私は生まれて間もない時に親に捨てられた。母親の浮気相手がエルディア人だったとかでね。そんな私を収容所で引き取ったのは外国から来たエルディア人の血を持つ男。私と似たような理由で収容所に入れられたらしい。男の目的は私をマーレの戦士に鍛え上げて自分の生活を豊かにすることだった。私は物心つく前から男の生まれた国の格闘術を叩き込まれた。男にとって私は戦士になれるかどうかの価値しかなかった。時が経って私は男が望んだように強くなり、そうなるまでに痛めつけられた分を男に返した。二度とまともに歩けない体にしてやった。けど